はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。さあ、ついにね、5月29日の禁止制限改定が発表されまして、先日予想で挙げてたカードたちなんですけども、まあ、この中の3つですね、まあ、熊野はね、個人的には禁止になってほしかったけど残念。まあ、ラフィーンはまあまあそうか、フォローもね、まあまあそれほどじゃなかったかな。国別結構怪しいかなと思ったんですけど、国別もセーフでしたね。サリアもセーフと、収穫者もセーフで、自然主義者もセーフ。はい、残ったこの3枚ですね。聖壇の銀行破り、鏡割りの偶話、絶望将来と。はい、まあこの3枚がね、スタンダードで、禁止となりました。まあ、こいつはちょっとね、使われすぎたね。便利すぎたね。疑似速攻も厄介だったし、非常に強いカードでしたからね。まあ、鏡割りの偶話は本当大本命だったんでね、まあ、禁止になるべくして禁止になったかなという感じで。で、まあ、あとはこの絶望将来ですね。まあ、強かった。強かったし、よく使われてたね。まあ、土地がトライオームとかね、あるんで、三色デッキとかでも普通に打てるっていうのがね、非常に問題だって。だから人によっては土地の方をね、禁止にっていう声もあるぐらいだったんですけど、まあ絶望将来自体をね、禁止にしてしまって解決という感じでしょうか。まあこれでね、スタンダードまたどう変わってくるのかなという感じなんですけど、まあでも影響としてはどうですか？あんまりどうだろうな、ないのかな。グリクシスが弱体化したかなっていう感じかな。鏡割りの偶はボロスのリアニとか、銀行破りはもう全体的に弱体化するから特に影響ないような気はしますし、あれだな、鋼の四天使とかのコンボのデッキ、まああれコンボっていうのかな、3マナのあれだ、鋼の四天使出して、まあこれで44でハンコつけて殴るみたいな、ああいう動きのデッキがちょっとなくなるかな。あと絶望将来をコピーしながら打ちまくるとかいうのがなくなるかな。だからあんまり影響はなかったのかなと思うんですけどね。まあ、ローテーションの代わりにもっとごっそり行くのかなと思ったりもしたんですけど、どうですかね。国別残ってくれたのは個人的には嬉しいけど、熊の消えんかったのはこれからも赤単大変だなって感じですね。もともとこの鏡割りの具合とか赤単には入ってないですしね。まあ銀行破りも入ってないですからね。そう考えるとそんなに変わってってくるのかな。まあちょっと今デッキあれですけど、ちょっと見てみましょうか。まあざーっとですけど、どうですかね。まあバントランプとかは関係ないし、LOK も関係ないし、赤単も関係ないし、宝物はちょっと影響あるか。まあ、このデッキはあれだけどね、白単ミッドレンジ、MO 優勝の白単ミッドレンジは多分銀行破り入ってるね。だからまあここら辺はちょっと影響あるかなって感じですけど、ざーっとグリクシス、ボロス、リアニ、ゴルガリ、アゾリウス、5からランプデッキも、ああ、ここも一応入ってんのか、銀行破りね。まあ最悪なくても良さそうな感じはありますけどね、ここら辺は。まあここら辺が今 MO チャレンジで結果出してるデッキではありますけど、まああとはどうだろう、兵士とか、兵士は入ってないし、人間も入ってないし、シロターグロ、どうですかね。最近使ってないけど、あれだね、ダラクハントが4枚入ってたのに、最近ね、ちょっと使ってなかったんですけど、個人的には、絶望将来がちょっと影響あるかなっていう感じかな。銀行破りはね、まあそんなにそんなに、かな、弱体化するデッキもあったら便利だけど、どうだろうね。いろんなデッキに入ってるからまんべんなく弱体化する感じですかね。はい。まあ、あとは、まあ、この2枚はね、本当、ほとんどの方がね、
本命で予想されてたカードだったんで、まあ、絶望将来がおまけでついたかなっていう感じでしたね。まあこれでやっとね、またあのデッキ紹介用のデッキをね考えやすくなる。もうずっとねこの禁止後にこうアップする動画が禁止カード含んでるのまずいかなと思ったんで、あのストック全然作れなかったんで、まあやっと発表されてこれからストック作っていけるなっていうね一安心という感じなんですけど、はい、まあそんな感じでね、今回禁止改定で聖断の銀行破り、鏡割りの偶は絶望将来ということでね、3枚が追加されましたということで、まあ、食肉が復活することはなかったですね。はい、まあそんな感じで、さあまたデッキ作っていこうかなということで、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。